はい、それでは回収編ということで音声は後付けとさせていただいております。これはね、クリアした時点のまだデータだね。なんだっけ、このエリア1のステージ3までは自力で頑張って回収したんだけど、もうちょっと難しくって見つけられなくなっちゃって、途中で攻略本を購入しましたちなみに送料とかを入れたら4000円ぐらいしましためちゃ高くつきましたが、でも集めたかったんでね。ただ攻略本買ったところで、結局はすごく頑張らないとコンプリートできないぐらいの難易度でした今こうやって取り逃してるとこ取ってってるけど、結構ね、次々に難しいなんかテクニックを要求されるようになって、こう足場がギリギリだったり、ジャンプのタイミングとか連続ジャンプとかさせられるようになってくるから最初の頃はまだ良かったんだけどね。こんな感じで一つ一つ集めております。これ大学のやつかな入学式みたいな写真だね。大体のやつは全部録画してたので撮ってきたかなこのくちばしの先が唇みたくなるところがちょっと好き可愛いよね。唯一キョロちゃんが可愛いことだけが癒しであとはもう絶望だったから、もう地獄だったね正直。本当にね難しくって、なんか前も最初の頃言ったかな、多分この動きがマリオワールドのヨッシーみたいな動きなんだよね。踏ん張りとかあって、ただヨッシーよりも攻撃の範囲がまずすごく狭いし、あとあれ体に重しをつけられてるようななんかもっさりとした動きなの、だから難しくってあとこれね、今のレインボーみたいな箱踏むとこのミニゲームなんだけど、これがね結構集めるの大変で、なんせさ、マップの一番奥のところにあるんだよねこの箱で、今も多分これ高場はもう2、30回やってるんじゃないかなっていうのが、このゲームすごい苦手で弾入れるやつね、60点取らなきゃいけないんだけど、それが全く取れなくって何回もやり直してるんだけど、やり直すときは最初からなんだよねマップのなんていうの、マップ切り替えしたらこの箱復活するかなって思ったらしなくて、このゲーム負けたのであればマップの最初から始めてここまで来なきゃいけないのこれはそれで20回ぐらいやってやっとクリアできた時のもうこの時点で高場はちょっと吐きそうになってるからねストレスでここまで来てやっとただまあなんとかなるかなって思ってやってたら、もう後々大変で、ミニゲームもエリアが進んでいくたびに難しくなってくるんだよね。なんか黒いボール挟まれるようになったりとか、制限時間が短かったりとか、制限時間短くはならないか、なんだろう、敵が強くなる、叩いてかぶってじゃんけんポンとかは敵が強くなるし、ルーレットのやつは速くなるんだよねルーレットがだからもう大変で、そのミニゲームのやつをクリアするのに本当に30時間かかった今順番に一応集めていってるんだけど、そのうちそのミニゲームの箱のやつだけ抜かすようになってクリアできないから、先に集めてから最後ミニゲームの箱のやつを一気にクリアするって方法で集めたんだけど、もう高場が言いたいのはそれだけそのミニゲームもう辛くて辛くて他のはなんか頑張ってれば取れるんだよね。ちょっと難しいけど取りにはいけるんだよね。だけどそのミニゲームだけはもう自分の力でどうしようもできなくって失敗したらまたマップの最初からみたいな、もう高場はそれが辛くて、前にやったペプシマンよりもすごい難しく感じたなペプシマン超えたかもしれない、その発狂具合でしたら本当になんか壁に頭を叩きつけるかと思ったぐらい追い込まれたけどなんとかなりました。こ
ういうねジャンプした先にあったりとかして、もう結構ねこういうの取るには、あの何チョコボールをさ70個以上持ってないとハイジャンプできないんだよね。あと踏ん張りも短くなっちゃうから、それを維持していないといけなくって、なんかエリアが進むごとに敵の数とか増えて難しくなるから、70維持してるのが難しいんだよね。それで取れなかったりとかもするからそういう時は最初からみたいなこれね結構可愛い世界観とは裏腹に結構な鬼畜ゲームだと思うよ。みんなもやってみて、ちょっとこれやってもらいたい、これのコンプリートもう高場が言いたいのはもう以上なので、ここからはのんびりと見守っていきたいと思いますこの嬉しいクエ可愛いよね。あでここまでは自力で集めたんだけど、ここからはもう攻略本見て撮ってる。エリア2からね、結構ねやっぱあのヨッシーよっていう、あの攻撃の範囲が短いっていうのが結構辛いね。あの続きに行くとさ当たっちゃうんだよね、敵も動いてて、それがね、で、チョコボールが減っちゃってハイジャンプできないとかなっちゃうから大変かな。あと足も短いからねあの本当にもっさりしてるんだよねぜひやっていただきたい、あのアクションが好きな方。ただ結構中古では高いかな、今見たら7000円ぐらいになってたから、これちょっと前に買ったんだけど、その時でももう5、6000円してたから、ああちょっとここの面を見てると高場のトラウマがマジでここの面100回をやったから、そのミニゲームのところ、今やるかな、あどうかな走って言ってるけど、あ、行くかもしれない、あ、行くねこのルート高場100回やってるからマジでここ行くじゃん、で、このジャンプして乗ってここにあるんだけど見てください、この距離にあって、で、しかもこのミニゲーム高場が一番苦手とする玉入れなんだよね早いスクロールが早い。で、ここを失敗したらさっきのマップの最初からだからああ、思い出しただけでももう手が震えるぐらい、あ、ね、ここに来ると緊張するんだよね、もうやり直したくないから絶対に弾取らなきゃみたいのが、なんか微妙にこう手を震わせて失敗するんだよねあとこのミニゲームさ、あの弾取って入ったなって思ってすぐ次の取りに行こうとすると、こうなんていうの、枠で震えちゃって外に出ちゃうんだよね、ボヨンって、そういうのとかあるから、あと弾が一気に入ってくると弾かれちゃったりとかもして、で、後半になると黒とかが増えてきて、それも考えなきゃいけなくてすごい難しいのに、はい最初から高場発狂ですから、で諦めてもう次の取りに行ってるあんな感じであの箱のやつは残していったね。もうどんどんプリクラとか回収して、プリクラ回収とかは結構簡単だったかな、プリクラ台のやつは。ちょっとねいちごとかが難しいとこにあって、あのいちごの箱ね、隠しプリクラみたいなやつかが結構難しいね。あで、あのなんだっけ、多分説明で書いてると思うんだけど、編集で、あのさ緑色ののれんみたいのが下がってるプリクラの機械あったじゃん、あれは100枚コンプリートした後に解放されるんだよね。だからまずは今100枚集めるっていうのが目標、それでさらにそのクリアした後に20枚追加されるの、そのプリクラ開いてなかったプリクラ機が20台開くからそれをやってコンプリート、つまり120枚コンプリートです厳しいからこの戦い全然開けられない、これ難しいんだよね微調整で、ここは砕いて、いちごね。もう流れ作業でやっていってるけど、ほんともうキョロちゃんが可愛いことだけが救いだった。あーで、ここがね、すごい難しくって、今ここにプリクラ機があるんだけど、右上にパタパタみたいのがいるじゃん。あれをハイジャンプと風船で踏んで、
あの右側に落ちなきゃいけないの。そこに隠しプリクラ、いちごの箱があるんだけど、それがねすごい難しくって、あの体力を70残してこなきゃいけないのに、さっき左にいっぱいいたでしょ、あそこでやられちゃうんだよねだからここに70体力残してくるのがすごい難しくって、ここも結構やり直したの。もう瀕死だから今2しかないそう、この右上のやつね。あで今それをチャレンジしてるかな、ここで通理高場が慣れ始めた。でここもすごいギリギリなんだよね、風船ないと届かないかもしれない。これで踏ん張って、でここ難しいでしょ喜んでる高場が、喜んでる。多分ここも 2,30 回は挑戦してるはず。でここ落ちた後もちょっと心配ゾーンで、頭ぶつけて落ちる可能性もあるから、慎重に慎重にパタパタしてここを乗る。であっちにもパタパタして乗る。結構こういうところでボタンの押しミスがあって手離しちゃったりとかして、あの踏ん張れなくて落ちたりとかもするから、高パも落ちました発狂しましたこういうところは簡単なんだよね、拾っていくのは。マップの端っことか行けば必ずプリクラ屋さんは見つかるかな。そんなにすごく隠してあるってことはないから、いちごはちょっとね分かりにくかったりもする。だから攻略本ないと難しかったねそれ多分あの正面向いてるキョロちゃんをあれだよね、大きくしてはめるみたいなやつかなたまにさ、なんかどうはめていいのかわからないプリクラが出てきてあ、でこれこの右側に風船付きでジャンプ踏ん張りでね、でここに来るから、こっからさらにジャンプ、もう結構ねギリギリを要求されるようになってくる。大体はもうチョコボール70でこの風船持ちじゃないといけないところがいっぱいあるね。でここに大砲があるから乗ってくと、この奥にこれですよこんな奥にこのミニゲーム、これ失敗したらあのマップの最初からねスタートからだから今までのあの長い距離進んできてここだから。ただここまだスロットだから、たかばスロットはそこそこ得意みたいで、スロットだったらまあ 2,3 回ぐらいでいけたかな、もうこの最初の航路は。後の方結構速くなっちゃってね、難しかったな。ここはなんか結構できたね、並びも良かった見逃したね今あでもちなみにあの間違って止めてもペナルティーなくって、あの速くなってきたらわざと間違えて止めて、あのスクロールゆっくりにした方が止めやすい。あのすごい速くなってくるとさ、緑色のなんだっけカシューナッツかな、あの敵なんだけど、あの子に止まると確かマイナス3点か5点だったから、絶対にあの子には止めちゃいけないの。なんかそれぐらいだったらあの連続キョロちゃんが並んでる時にもうボタン押して止めて少し調節するみたいな。うぅと思い出すだけでストレス溜まってくる本当にもう見たくないっていうぐらい見た全てのマップを。確かね、あの1エリアに3枚ずつそのミニゲームのやつがあるんだよね。だから必ずミニゲームはやんなきゃいけなくって、もう特にあの玉入れが大変でね、玉入れは本当に勘弁していただきたいしかしこの後もう出てくるから高場をもう一番苦しめた玉入れ多分高場はもう二度とやることがない、あの玉入れというミニゲームをもう一生分遊んだから結構きつくない？だってこんだけさ、もう移動も大変なのに、その距離移動してからのミニゲームだからね何回も言うようですけれどもすいませんね、何回も文句言って
でもそれ以外に特にお伝えすることはないんだ。キョロちゃんかわいいなぐらいで、ただ達成感はあったね。できた時の、ただもう指が本当に痛くなっちゃってね、最終的にちょっと血が出て指と爪の間から。もうあの絆創膏を貼ってやって、でもなんとかクリアできました。こんなにさ、あの力入れたの初めてっていうぐらい、あのやっぱ踏ん張るからね、どうしてもこうキョロちゃんのもっさりに合わせて力強く押しちゃうんだよね。頑張ってねキョロちゃん。あ、戻ってきた。ついにやる気を出した、バカバカ一番。あ、でも正直ここの面が一番大変だったかな。いや、ここじゃないな。まだあるんですよ、玉入れが。もう3個ぐらい。全部遠いんだよな、マップが。これは多分できたやつかな。黒怖い、黒怖い。キョロちゃんを失う。もう高場パニック。もうこの時気持ちで負けてるから、すでに。あ、もう無理だわ、みたいな。キョロちゃんを一匹でも落としたらもう無理ですわ、みたいな。もうちょっと投げやりになってたところで。またキョロちゃんを失う。ただしかもさ、このさ、あの玉入れの玉ランダムだと思うんだよね、出てくるの。あのキョロちゃんが本当に出てこない時もあって、黒ばっか出る時とか青しか出てこないとかあるんだよね。そこもちょっと運の要素があって、この黄色が出てこないとか、そこが難しい。今回はすごい調子よく黄色が出て取れてたから、なんとか回収することができて、回収？挽回？巻き返すことができてね、ギリいけた。61。ちなみに本当にここはかなりやってる、ここ5時間ぐらいやったから。喜んでる、すごい喜んでる。よし、これで揃ったね、エリア1と2が。で、まあこっからが大変なんですけど、もう結構あの上の3段はなんだっけ、エリア3の、ステージ1、2、3の3つずつなんだよね、プリクラ機が。9枚はプリクラ機で、その下のやつは全部イチゴのやつか、さっきのミニゲームのやつで埋めなきゃいけないから、結構大変なんだけど。あ、これまさか。あ、今この距離感覚えててくださいね。これもこのマップの奥まで行って、多分ミニゲーム。しかも玉入れ。どれほどの距離があるか。これも結構やってる時かな、そこそこにちょっと慣れてる。いや、まだ不慣れだ。もうね、後の方無駄がなくなってきてるから、動きに。あ、これ最初の頃だな、このクエの位置分かってないから。もうね、ここを 何往復っていうか何回も繰り返してるから。敵も厄介なんだよね、すぐ行けるわけじゃないし。あの雪だるまもずっと苦手でね。やられる。で、ここを駆け抜けまして、スノーモービル乗るじゃん。もうこの音聞きたくない。まあ、スノーモービルは楽しいんだけど、ここのさ、ルートもうほんと数えきれないほど見て。ここもほんともう5時間ぐらいでしたと思う。玉入れがほんとに苦手で全然できなくて、あ、ここはスノーモービルは乗り捨てて、で進んでく。まだつかないから。まだつかないから、あ、このピロピロでね、倒していかないと。時間もかかるし。それでも何回かやってるな、敵倒すところは決めてるから。まだでも最初の方だ、10回目ぐらいかな。まだつかないからね。まだもう一回スノーボービル乗る。もう思い出して胸が痛くなる、本当に頭がおかしくなるかと思った。今までやったゲームで一番もう気絶するかと思ったかも。あ、どっちかな、
アウトブレイクの回収の方が難しかったかな。いや、どっこいどっこいなぐらい。あ、ここね。この距離来てやっと1回のチャンスだから。玉受けの。もうこれ失敗した時の絶望。もう出だしが調子悪かった時の絶望。なんか難しくなってくるとどんどん角度も急になってるかな。はい、全然取れてない。あれね、ボヨーンってなる。もう諦めが見えますね。もうここで絶望を感じている。今の赤を逃したところでもう高場諦めかけてる。で、黒がね、結構邪魔なところに来ちゃったりとかして、黒は結構入っちゃうんだよね。あ、キョロちゃんが高場パニック。またキョロちゃんを逃す。これもいろんなとこ見てないといけないしね。ただ黄色とキョロちゃんは絶対に取っていく感じで、できることなら青も拾ってかないとちょっと足りないんだよね。はい、失敗なので最初からです。これを数十回繰り返します。あ、タイトル戻るのも早くなってる。で、諦めて次行きましたね。ここがね、結構そのゲーム以外で難しかったところかな。ここ2段2回ジャンプさせられて、で、さらに踏ん張り必要だから喜んでる。これ結構タイミング難しい、ジャンプの。バツボタンを押しっぱなしにしてると踏ん張っちゃうから、バツボタンは一瞬しか押しちゃいけないんだよね。だからタイミング見ないと。あ、で、ここは吹雪を利用してここに乗って、さらに吹雪を利用してあっち行くんだけど、仕切り直した。これね、調節がちょっと難しくて、あと、そう、尻ドッスンするときも横に流れちゃうからちゃんと調節して。で、これ左側がゴールなんだけど、右に行くと上の矢印が出てて、で、左上かな、こう箱乗ってって、こっち行くとあそこにイチゴがあって、ここも吹雪の力を利用して乗る。で、尻ドスで取れる。結構ね、難しくなってきたね。もう風船とやっぱ70はないと届かないってことがあったりとかして。これなんだろう、あ、これはね、ここで無敵を取って奥行くとイチゴがあって、で、割ったらすぐ戻らないと閉じ込められちゃう。食らってるけど、これはプリクラか。これは取り逃してたプリクラだね。プリクラは簡単。ただフレームがさ、どれ取ったか分かんなくなってきちゃって、ちょっとね、何個か被っちゃったんだよね。多分最終的に 1,2 枚ぐらい同じフレーム使っちゃったりして。あと何が正しいのか分かんなくなってきて。ちょっと適当に取ってるから。ただ可愛いよね、キロちゃんが。嬉しいクエ、高場も嬉しいクエ。あ、で、ここの先がね、ちょっと難しくって、敵がワンサカいるのに70ちょっと維持してないと取れないとこがあって、見てください、この右側にいるの。これはちょっとした裏技なんですけれども、攻略本に書いてあった、なんとニコンを刺してスタートボタンを押すと、このお月様というキャラが出てきて敵を攻撃できます。大体の敵は一撃で倒せるから、敵がワンサカいるときはこの子使うと楽だけど、高場両方ともコントローラー動かしてるから、どっちかしか動かせなくて。ちょっとモモンジャが忙しかったからね、モモンジャに頼もうかなって思ったんだけど、一人でやってたから一緒にいるけどほとんど使ってなかったのね。ここら辺とか敵がほんといて難しいとこだけこのお月様を使いました。あ、で、この赤い子がね、すごい攻撃力強くって、もうこの子にすごいやられちゃうから70維持できなくってね、なんかお月様で倒していくのが楽だと思う。あ、で、これは上ね、ここも結構ハイジャンプ必要だから、
今のに当たらないようにしないと。もうどんどん難しくなってはいるね。あとどのフレーム取ってないか。これ昔話かな。小太りじいさん、あれコブだよ。違うかな、お酒。私小太りじいさんだと思ってコブにしたんだけど、違うかな。お酒入れるやつじゃないよね。もしくはささみか。結構悩んだんだけど、あれ、まあまあまあ取れてるからいいよね。嬉しいくえ。あとこのさ、ピスタチオを無傷で倒す方法が最終的にもう分かんなかったんだけど、誰か知ってる人いたら教えてください。こんだけやっても分かんなかったわ。必ず食らってた。なんかあの数字出るじゃん、5とか15とか、あの攻撃するたんびにあのなんか怒りみたいのが蓄積されて、その分ダメージ食らうんだよね。だからあんまり攻撃しない方がいいのかも。で倒した瞬間にそれをなんかダメージとして食らうから、どうやって倒したらいいんだろうと思って、あのピロピロとかでは抜き地で倒せるんだけど、豆とかね、自分の体を当てて倒す系はもう多分食らっちゃうかもしれない。またお月様いる。あ、でここもあれね、ハイジャンプと風船必要かな、ここにあるから。でも一番上から壊していくと羽がもらえるからね。でこれでエンゼルを狙えるけど出ない。エンゼルは確率かな、あの羽の間は確率が上がってエンジェル出やすいはずだけど。お月様が追尾してる。なんかね、あの丸ボタンで回復できるとも書いてあったんだけど、回復はできなかったんだよね。なんか方法があったのか、ちょっとそこ調べてもわからなくって、もし知ってる方いたら教えてください。この子で回復する方法を教えてください。攻略本にはなんかなんだっけ、四角ボタンで攻撃、丸ボタンでキョロちゃんを回復みたいなこと書いてあったんだけど、でも丸ボタンを押してもなんかキョロちゃん頑張ってって言うだけで、特に回復はしてくれなかったんだよね。どうなんだろう。もし知ってる方いたらお願いします。そこだけ気になった。あとクリアするとやったねって言ってくれる。あ、この海のキョロちゃん可愛いよね。このなんか大砲持ってる。海はね、回収しやすかった。水中面ね、私苦手なんだけど、キョロちゃんにおいては非常に簡単になるというメリットが。あ、これね、水の上上がれる場所が数箇所あって、そことかにプリクラがあったね。これはもう上の方を泳いでればすぐ見つけられる、あの登れるところ。これあれかな、鶴の恩返し。かなと思って最初これにしたんだけど、いや鶴の恩返しだから違うなと思って、このウインクしてるやつ、元気でやりなよみたいな、元気でおやりっていうウインクにしといた。結構ね、あの昔話のフレームもあって、ただ何枚フレームあるんだろう。あの最終的に全部取らなくても埋まったから、何枚かは余裕あるのかな。あ、今のところもなんだっけ、70以上で風船ないときついかな、多分いけないと思う。UFO キャッチャー高場、この顔好きなんだよね。目がでかくなってるの。これかわいい、お気に入り。このぬいぐるみ欲しいもの。もうただこれ回収してる間はもう二度とチョコボール食べないって騒いでた。もう二度とチョコボール食べられなくていいから、もう終わってってずっと言ってた。高場頭がおかしくなって、もう喋ってたから独り言で、もう終わってってずっと言ってた。声取ってないのに。もう喋ってたからね。
危なかったね、キョロちゃん。キョロちゃんへのバリ雑言が出るところだったけど、まだキョロちゃん可愛かったから。あ、ここ結構難しい。あの、今の乗ってきて左側から結構長い間ジャンプして、で、この距離からのじゃんけんハンマー。敵もね、速くて強くなってくるの。速いでしょ、もう敵。もう反射神経間に合わないから、後の方はちょっとした攻略法を編み出してなんとかクリアしたね。もう正直運の要素で勝ったかも。ちなみにさ、相手が間違えて攻撃してきても、あ、攻撃してくるとこっちの勝ちなんだけど、間違えて被っても相手にはペナルティないんだよね、被る方の間違いは。あ、で、ちなみにあれ、写真もらうには一回も相手にあの王冠を与えないで勝たないといけないの。一回のミスも許されないのよ。敵に1ポイントも取られちゃいけないから、もうもう大変。あ、で、ここもね、これをね、しょっちゅう求められるようになって、この頭踏んでいくやつで、キョロちゃんの難しいところは、頭踏めばいいってもんじゃなくて、あの、頭のさ、範囲の真ん中しかあのフルにジャンプできないのよ。端っこの方を踏むと、なんか小ジャンプになっちゃうの、ピョンみたいな。それだと落ちるから、必ず頭の中心を狙っていかなきゃいけない。その幅が狭い。マリオのクリボー的な感覚でやってると死ぬ。難しいんだよね、ちょこちょこ難しい。そこだね。そこが高場を苦しめた。あの、降りてるとこ可愛くて好き。あ、ここはスポーツ系だね。これはボールにしてみた。大体でもこのプリクラはキョロちゃんが虐げられてるから。かわいそうだから、ね、でもそこに入れるしかないよね、今。あ、で、これはこの、あの、木の裏に、木っていうか草の裏に箱が隠れてるんだよね。ちょっとふよふよしてるの見えるんだけど、ここがゲーム。玉受け。もう二度と玉受けやりたくない、もう本当に。もうこの曲聴くのも嫌なぐらいの。高場のトラウマになった。あ、で、やっぱ面が進むにつれて黒増えてるよね。あと角度が急だったり左右に振られたりするかな。秒数は変わらないかも。だからやっぱちょっとした運の要素もあるね、この出てくる順番とか。うまく取りたい。うまく取りたい。危ない、黒が怖い。しかしキョロちゃんは欲しい。いけるか、いけるのか、これいけたか。黄色が欲しい。あー、黄色が。パニック、ガバパニック。あと4秒しかない、これはいけない。お、最後に黄色が。いける、まだ間に合う。しかし黒、青、なぜキョロちゃんは出ない。足りない2点。はい、最初から。はい、最初から。もうこれが辛くて辛くて辛くて。あ、これはどっかから戻ってきたやつかな。ここにイチゴがあるね。あ、結構ね、キョロちゃんの攻略本ね、中がなんかイラスト見たくなってて、マップとかの絵が可愛いんだよね。結構ね、攻略本は見てて楽しかった。可愛くって。あー、この面ね、この最終エリアのステージ1から3はもう難しくって、普通のとこ回収するのも大変でね。だからやっぱこのお月様に。あの、敵を倒してもらう、あの、ヒットポイント残して進まなきゃいけないから、そのためにはちょっとこの子。あ、今丸ボタン押したんだよね。
頑張ってって言ってくれる。なんか回復するらしいんだけど、さっきも言ったんだけど、回復したところを見たことがない。それともあのすっごいギリギリまで減ってたら回復してくれるのかな、ちょっとわかんない。あ、でもそれやったんだよな、1回2ぐらいにしてやってみたんだけど結局わかんなかったわ。ただ攻略本には回復できるって書いてあるもんね。でもそれ強すぎない？敵を攻撃できるだけじゃなく回復もできたらね。まあわかんないけど。あ、サーファー？酒場の好きなあのくちばしを唇にするやつ。あんな柔らかいのキョロちゃんのくちばしって。嬉しいくえ。あ、でこれはこの橋の下落ちて踏ん張ってここでゲームなんだけど、これね多分実際本気で自分でやるんだったら難しいと思う。あの反射神経のゲームだから。なんだけど高場はもう運に任せてパターン化して、まず最初は必ず勝とうが負けようがもう連打してる丸ボタンを。で次は必ず被る。もう見てないのかな、じゃんけんは。もうじゃんけんは一切無視して、次相手の攻撃のターンであの自分が叩かれるまではずっと被り続ける。×ボタン連打。まだ被る。でこれで攻撃してくるじゃん。だこの次はもう丸ボタンを連打する。高場が取った統計的にはこれで当たる確率が高いから、でまた被る。もうただの運なんだけど。で攻撃されるじゃん。だ次は叩く、こっちがもう丸ボタンを連打する。この時点からが当たるっていう。これ1回でクリアできたの。この戦法で。なんかよかったら難しいって人使ってみて。ただ何回かやり直す必要はあると思う。今回は運が良かっただけだから。これね一番難しい、あの叩いてかぶってじゃんけんポンだから速さも。ただなんとか1回でいけました。でもこれで大体集めたかな。あ、これねすごい結構難しい。今このタイミングで泣いて走って、ここがね泣いたら出るの。これがすぐ消えちゃうから、このタイミングすんごい難しい。喜んでる。結構やり直して何回もチャレンジしたからね。めっちゃ喜んでる高パが。難しいね今のは。もうそういうのを要求されるようになってきて。あ、今あれだよね、ステージ5、エリア5のやつスタートから出てきたじゃん。多分これゲームのやつを取りに行くルートをみんなに見せたくてこの編集。どれぐらい遠いかをみんなに見ていただきたくて。見ててね。高場がそこまで行くのみんな見ててね。言っとくけどこれ1回や2回の話じゃないから。数十回。数十回に及ぶこのルートだからね。まずはこの子乗って泣いて。もう疲れてきてね、あのさっきまでできたこともできなくなったりするんだよね、スランプみたいのになって。あ、でここで風船取って、これはね上のルートを進んでいく。 できる限り体力は回復させながら、ただ入ってなかったね。でここ飛んで、で羽がもらえるけど、もうそんなの構っていられない。なんだっけ、金のエンゼルとか銀のエンゼルで伸びた最大体力、エリアから出ちゃうと、あのタイトルに戻るってやると、ゼロになっちゃうんだよね。ゼロっていうか100に戻っちゃうの。だから結局やり直さなきゃいけないときはタイトル戻るで戻ってるから、もうあんま取る必要がない、どうせやり直すから。最後までいけるんだったらもうどんな状態でもいいから。でここはとにかく泣いて出すじゃん。今
か泣いてもう敵に当たるとか考えなくていいから、もう行ければいいから。ただ下に落とされるのがすごい面倒なんだよね、戻ってくるのに。でこっち行くじゃんめっちゃ遠い、こうやって見ると。ほんとこの間頭おかしくなるかと思った。ここも結構難しくてね、確かミニゲームはスロットなんだけど、そこに行くのにすごい大変で。嬉しいクエ、こっち泣いて泣いていただいて、クエ。あ、でこれはあれだね、無敵これ結構何回かやってる、あ、やってるか、取れた時だからねもたついてる。いや、これずっと下に乗ってれば食らわないから、この攻撃だけはジャンプで避けて、で次右で、この鳥はキックで倒せる。泣いてまた伸びてくるかな。なんかめんどくさがってね、この頭乗っていこうとかして食らったりするからめんどくさがらずに生えるのを待ってた方がいいかもしれない。落ちたら下のルート行っちゃうからね、必ずここ来なきゃいけないから。でまたこのねピスタチオたちが邪魔なんだよねピスタチオの倒し方を教えてください、無傷で倒せる方法を。なんでこの株みたいなやつの上を飛んでく、一番右まで邪魔されようがどんどん飛んでく、もう食らうのは無視、なんとかリカバって。あ、でこの辺まで来たら下に落ちて大丈夫、見えましたね見えましたね、あの左のものが、左じゃない右のものが。あ、でここ敵がいっぱいいて大変、もみくちゃになるからついに登場、現れし最強の味方登場今これは高場左手でキョロちゃんの方向機を押しながら今度は月のボタンを押している状況でも、ここはキョロちゃんのコントローラーに持ち替えたので自力で倒してる。やっぱ両方動かすって難しくてね。でこれがね、取るの結構難しい。まず乗るじゃん、乗るじゃん、でその次のやつは触っちゃダメで、踏ん張って上のマイクで鳴く、で足場でこらえて上に出てきた足場に乗らなきゃいけないの、難しいでしょ難しいでしょ。あ、でもここの唯一助かるところは、左まで行けばあの落ちた床回復してくれるからやり直しはできる。ここまではね、あの箱まではやり直しできる。これ触っちゃダメ苦戦してる。なかなかねタイミングも難しいし。さあ、いけるでしょうか。高場、ここを諦めてハイジャンプから行くようです。乗る、踏ん張る、泣く。で、乗る、ジャンプして踏ん張る、出てくるまで踏ん張る。で、乗る、で、走る、踏ん張る、で、ジャンプする、で、踏ん張る。で、やっと一回チャンスです、ミニゲームの。皆さん見ていただきましたか？あのスタートからかかったここまでの時間。で、やっと一回のチャンスですから。で、ここスロットが一番早いの。で、ここはもうわざと失敗してスロットをゆっくりにするっていう。で、見極める時間を取る。それ結構大丈夫だから。で、あのピスタチオの数も増えてるから、絶対にピスタチオ踏まない。これでちょこちょこ止めながら調節して取ってく。わざとゆっくり。結構止めても間に合うから大丈夫。間違えないように、こうね焦ってる。あと2つ。あ、
でこう早くなっちゃうとピスタチオに止まる確率が早くなるから結構気をつけて。で止めて最後そのまま無視すれば終わるってわけじゃなくて、最後止めて終わらなきゃいけないの。ここでピスタチオを踏む可能性あるからできたらすぐ連打とかして次のやつで止めた方が良かったね。今待っちゃって、でもなんとか避けられたのでこれで取れました。なんとかね難しすぎないこれ作ったスタッフ結構鬼畜じゃない？ちゃんと自分でデバッグやったすごい喜んでる。それきついって思わない最初から来てゲーム苦手だった場合、ミニゲームが苦手な人だったらきついなって思わない？それ込みの難しさなの非常に辛かったです。まだいっぱいあるからね。あ、これもここから先はもう全部ゲームのやつ回収だね。で、高場がどうしてもスタートからの距離を見せたいっていうことでこの編集になっております相当頭にきていたんでしょうね高場が編集時の高場は全てをコンプリートした後にすぐこれ編集してましたから解放された喜びとこのミニゲームへの怒りを糧に編集を速攻で終わらせましたからね。編集でも5時間ぐらいかかったんでいろんなさところから必要なとこだけ何十時間って撮ってるデータの中からさっきのところ拾ってきてるから全部見たんだよね必要なところをちょっと何個かもしかしたら挟み忘れちゃってるかもしれないけど、まあ大事ね、この難しいところとかは全部載せてるからあんな感じでちょっとお付き合いください。この距離感をまだついてないですね、こんだけ喋ったのにまだつかないですねでもさっき見たところだからね、なんだっけ、草の裏に箱があるって言ってたところ、そこに今向かってるんだけど、もうこういうのもね無視だからいちいちしゃがんで通り過ぎるの待つとかしないから、食らって無敵時間の間にゴリゴリ進んでいくっていう。このヘビもね後の方もうちょっとしたら多分当たってすり抜けの方を選んでたけど、ここは比較的早めに取れたからかな。比較的早めに取れたかここいや取れてないな、ここ結構やったぞあ、ここやったわ、だって玉受けだもんだって玉受けだもん、この距離来ての玉受けだから絶望でしょせめてもうキョロちゃん全部出してよはいパニック、はいもうパニックはい、二頭追うもの一頭も得ず両方のキョロちゃんを失ってもう高場この回は諦めムード。あ、でも意外とこういう時いけたりするんだよね、結果的に。ま、黄色が拾えてキョロちゃんの出る率が高ければ、結構キョロちゃん出てくれてるね。ほんと出ない時さ2匹ぐらいしか出てこない時あるから、ひどくない今の偉かったところは黄色の方を選んだこと。キョロちゃんキョロちゃん、赤も拾ってで黄色も拾う、黒は避ける、黒に怯える黒に怯える、キョロちゃんキョロちゃんいけた。でもこの後黒が入っちゃったりするの、いたずらに時間が伸びるとねそれも怖い。なんとか取れました大変でしょ、もうほんと大変で、もう大変しか言えないもう玉受けだけはなんとかしてほしい。あ、今度エリア4取りに行くようです最初から見せていくスタイルお付き合いください。待ってられない方は早送りでもいいので、もう飼育バーでいいので、ただ高場をお見せしたい箱までの距離をどれほどに遠いのか、そして面倒なのかという、もうここが多分プレイして集めてる人の心折れるポイントじゃない。高場もう本当に折れそうになるお菓子をむさぼりながら頑張ったからねもうきっと
カット食べたし、小枝食べたし、カントリーマーム食べたし、いろいろ食べたよね。このキョロちゃんのおかげで1キロぐらい太ったんじゃないかなっていう、7000キロカロリーぐらいを摂取したんじゃないかなっていうぐらい食べた。そしてクリア後にエアロバイクを漕いだ。大変だった。これ地味にちょっとイラッとするところ、落とされるのね。で、乗れないから結構大変、地味なイライラポイントです。高葉八つ当たり。今のところは特に倒す必要はないです。樽がね、時間かかっちゃってね。ほんと、あの入り口入ってさ、あの次のマップぐらいに箱があれば全然何回でもまあ大丈夫かなって言うんだけど、あの奥の奥にあるんだよね。それさ、ひどくない？まあそこ込みの回収が難しいよってことなのかもしれないけど、結構大変だから。まだ到着してないですからね、全然まだ半分も来てないですよ。すごい時間かかるから、ね、これね。これね、高場をおかしくさせる。高場の脳をおかしくさせるこの仕打ち、ほんとね、絶妙にね、なんか落とされたりするところに敵がいるんだよね。で、ジャンプして跳ね返されて落ちるみたいな、よく考えられてると思う、トラップとして。プレイヤーとしてはイライラするポイントですけれども、ゲームとしては多分あの難しい部類に入ると思うから、アクション好きな人からしたらいいかもしれない。なんか決してあのぬるくはないよ。ご覧のようにぬるゲーとかではない、ぬるいキャラゲーではない、そう断言できる。ほんとキョウちゃんじゃなかったら耐えられなかったわ、見た目が。可愛いというその気持ちだけでなんとか奮い立って。今もうジャンプ力も失ってるからね。ただここは回復できるから、ここまでいけるんだったら全然ヒットポイントなくても大丈夫、チョコボールなくてもね、まあ、食らっちゃっても大丈夫。で、ここ抜けるじゃん。で、ここ来たらあの真ん中にある風船が欲しいんだよね。これゲットするじゃん。そしたらここ入って、ここはあのチョコボールゾーンだから、ここで体力を回復する。ここはちょっと優しくできてるね、回復ゾーンで。ちょっと時間かかっちゃうんだけどね、一個一個しか置いてないから取るのが結構大変で。そして皆さんお気づきですね、まだついてないですから。これ毎回やるんだからね、わかる。あのミニゲームをミスしたら毎回これやるんだからね。まだ到着していないですよ、高場は。例のミニゲームの箱まで。はい、だいたい取ったら、あ、こっちにもあるから、このでっかいの取った方が、カラーチョコボール取った方が早く回復できると睨んで戻ってきた。で、まあ100にしなくてもいいんだけど、70はないと長い踏ん張りできないから、そうだね。あ、で、ここあの緑のおやつが右向いてるとパンチされるから、今左向いてる間に抜けていこうとしている。絶対に食らうピスタチオ。倒し方はどうなのか。でもこのまま落ちて、で、まあ倒さなくてもいいんだけどね。それでこの下の樽に乗って上がってく。で、ここの箱のところちょうど来たら、こう左に向かって飛んで、あのパタパタの頭を踏んで、さらに踏ん張ってここ。で、やっと1回のチャンス。そして、なんとゲームは、じゃんけんハンマー、運ゲーです。運ゲー始まりました。まあ、早すぎてついていけないから、これは、今回は、さっきの敵が勝って攻撃してくるまでずっとかぶり続けるという戦法で、その次は丸ボタンを連打、ただそれだけ。はい、この次、今攻撃食らいましたね。
でもう丸ボタン連動してるからこれの繰り返しです。でまた被ります。はい、攻撃された。はい、丸ボタンを連打です。はい、勝つ。結構ね、その攻撃受けた後って勝つことが多いの、じゃんけん的に。だからこの戦法にしてる。これがめっちゃ勝率がいい、私調べ気のせいかもしれないけど、少なくともこの子はあんまりミスとかもしないから、やっぱ自力で勝つしかないんだよね。なんか他の子はミスしてこっちに点が入るときもあるの。来た。そしたらもう連打、丸ボタン連打。はい、勝ちました。これねなんとかでもこの戦法を編み出すまでに時間がかかってる編み出してから多分 1,2 回で勝ったから大喜び。もうここに来なくていいというあ、水中面だね。水中面はすごい簡単。これはね、特に困らなかった。あの、なんだっけ、壺の中に入れたじゃん、あれ系の中に隠れてるかな。あのプリクラとかも大体のもと壺の中にあるから、それだけだね。ただ一応行くルートだけ見せてるかな。ここは全然苦じゃなかった、むしろ癒しだったから癒しのひとときだから。ここは何だったっけな、ゲームスロットかな。スロットが一番簡単全部スロットでもよかったぐらいの。入っちゃったやっぱ何度も来てもクジラッキーに似てるな。あれ、ちょっと取りに戻ってるけど別にいらないよ、このメダルはね。これ多分1回目とかだからいろいろ取ってんのかな。あれ、ここ上がったら右行ってまた水の中に落ちると、この左っ側のところに壺あるから、ここ海は速いでしょ。これの中にほらあるから、ここぐらいの距離にしてよって思うんだけど他のところもね、これだったら何回でもやれるけどさっていうで、こういうところこそ玉受けにしてよってあんな奥の奥まで行って玉きついでしょ失敗した時のこと考えてくれてるっていうてかまあそれだけは言いたい超辛かったあ、でもここまだ優しいね。同じ絵がほら2個続いてたりとかして、あとなんだっけ、スロットがスライドする速さが遅いんだよね、後半とかになってもかわいいヒョロちゃん、こうやってね2個連続であると楽だけどこまめに止めていく。ヒョロちゃんのでも後ろ姿ちょっと G にしか見えないんだよなちょっと似てないごめんねキョロちゃん、キョロちゃんのことは好きだけど、ただチョコボールはもう二度と食べないかもしれない少なくとも1年は食べないからね。この実況中も1回も食べなかったわチョコボールは買わなかったぞ。これでなんとか揃ったんでね、次はエリア4だね。これ確か玉受けだった気がするあ、またどれぐらい時間がかかるかを見せたい高場が最初からやってるけど、ここもね結構樽が降ってきちゃってね、見えないところから降ってくるからヒットポイントが大変かな。やっぱ距離があるとね何でも言うが近くに置いてくれ近くに置いてほしい。ここも踏ん張りで、ただ70なくても大丈夫かな。ここで浮遊感取って、あ、でもねここは結構近いわ、もうこのマップにあるから落ちちゃっても大丈夫だし、ここ進んでってここ泣いて足場出したら、もうここがあれだからね、ミニゲーム。ここ
は近いね。やっぱステージエリア5とかの方が遠いし難しいしで大変かも。ただ玉受けは勘弁していただきたい今キョロちゃんだけは取りに行ったね。ちょっと青に傾いてるよね。傾いてる、偏ってる。黒がね結構バウンドって入っちゃうから重なる時もある。うん、悪く。そういう時は困るけど逃した、クロちゃんを逃した。 あんまり急な角度で取りに行こうとするとあえて弾いちゃうんだよね。で変な角度でバウンドもしないまま落ちてっちゃうから下に。そうするともうチャンスだし、あ、今の赤みたいな、これもね良くない。1バウンド、あ、今黒入った見えてなかった、マジ真上に飛んでて。ただなんとかキョロちゃんが欲しい。これはいけたね。65。いけるときはいける、いけないときはいけない、それがこの玉受け55ぐらいでよかったんじゃないかって思うんだけどねめっちゃ喜んでる相当大変だったんでしょうね、プレイ時の高場がすごく喜んでる。あ、でここもこれ何だったかな、あ、じゃんけんかな。これもね行くまでに結構時間がかかる。あ、でもここももう近いかな。やっぱエリア5が一番大変かも。ここもね、ここ今そこにこだわってるけど本当は下から行っても大丈夫だと思う雪だるまと相性が悪くて。あ、でここ降りてこれ泣いて、そうすると足場が出てくるから、でここでハイジャンプするとなんか上行けるんだよね、謎の。でここそしてじゃんけん勝負なんだけど、もうここより前の敵はじゃんけんは×ボタン連打で勝てる、絶対にこうやって間違えてくれるから。今敵がさ負けてるのに叩いてきてこっちのポイントになったんだよね。それ狙いで×ボタンを連打してるだけで 100% 勝てる。時間かかっちゃうけど結構な確率でミスしてくるから、なんかテレビでも見ながら×押してれば勝てるからこっからその作戦で高場は言っている。もうこっちから勝負は仕掛けない×ボタンだけをひたすら連打してかぶっていく。こんな感じで今も敵が負けてるのに攻撃してきた。こうねちょっと途中一箇所ぐらいカット入れてるけど、ただそんなかかんないかな、数分もあれば終わると思う。だからこっから前のじゃんけんは全部それで勝てるから喜んでる。あ、でここいちごがあったとこの下にねここね吹雪が来ちゃうとね壊すの大変で、このゴロゴロで滑るし足場は落ちるしてでこれね、あ、ただこのスロットはすぐ取れるかな、来る道もカットしてるぐらいだしそんなに時間かかってない。これね似てるけど違うよ、これね。やっぱゆっくりだよね、スクロールが。ただこれもこまめに止めながら見ていく。個人的にはその海の中の大砲を背負ってるキョロちゃんが泳いでるやつねあれ可愛くない、横向きで。あと3つ、あと2つ、いけるか。
れ出てこなかったね。この今のスロット中に。また時間消費。ここら辺はもう簡単になってきたね。あのいつも高場の難しい後ろからやるっていう、心が折れる前に一番難しいところから。あ、でまた来た。これあれね、あの最初にあの距離を見せたあのスノーモービル2階に乗ってくるところの玉受け。ここが最後かな、このミニゲームの箱の。キョロちゃん狙いに行った。でも取れない。バウンドがね、最高点って何点取れるんだろう。すっごい1個も取り逃さなかったら100ぐらいいけんのかな。でもこのゲームはやっぱ得意不得意が出そうなゲームね。うちの妹の方が上手だと思う、これ。ただわざわざこれ持って実家には帰れないから。ちょっとお願いしてもいいですかって言って。気軽に帰るには結構距離あるんだよね、うちから実家まで。結構どれぐらいだろう、家から家まで2時間半ぐらいかかるかな。キョロちゃんのために帰るところだったから。妹にやってもらいに。ももんじゃはね、こういうの苦手なんだよね。これミニゲーム系は。うえ、なんとか取れた。喜んでる。敵がいないところで喜んでいる。しかしまだ喜びたい。敵を倒してまで喜んでいる。喜びのジャンプ。すごい喜んでますね。これで揃ったんだね。あ、でほら、左下がさ、0枚、あと1枚だったところが4枚になったの。これは、あの、新しい、あの、開けられなかったプリクラ台が開いたってことなんだよね。で、あの、この状態で1回、これでコンプされてるよね。で、この状態で1回、あの、エリア5の、ステージ3でクリアすると、あのエンディングが変わるんだよね。なんで今それを回収しに行ってる。100枚コンプしてコンプリートしてゴール通るとちょっとイベントがあるから、今向かってるところ、ここね。前はここ入ったらなんか終わりって書かれておしまいだったんだけど、これでまたイベントが起こる。さあどうなる？高場は知っているけれども。結構ね、私が喋ってる声ね、かぶっちゃうから黙ってるね。結構豆たち喋るから。はい、セーブしまして。なんだかよくわかんないことがあったっけ。こんな感じであと20枚あるよって言われて新しいプリクラページもらうんだよね。ただこの時点でプリクラページ見ても増えてないの。で今あのこのプリクラ台開くのかどうか一番最初のとこ行って回収しに行ってるんだけど、実はこの時点ではまだ取れなくって、今行ってるんだけどね。これ上ボタン押しても入れなくて高場パニックになる。どうしてみたいな。で真っ先にバグを疑ったんだよね。でもセーブしちゃったのにさっきっていう絶望感。一応セーブは分けてたんだけど、あのミニゲームコンプする前のデータだからもうちょっとパニックになったんだけど、リセットしたら入れた。
あの電源入れ直して一回落としてからロードしてここ来たら入れるようになった。だからもし100枚コンプして入れなくてあの恐ろしい気持ちになった人は一回リセットしてみてください解決するといいね。高場は泣くかと思ったあんなに頑張ったのにまさかここでバグで終わるのかって思ったらリセットしたらなんとかなったよなんでまた新しいフレームとかもらえるから今まで撮ってなかったやつを撮っていく。ただね、あの隠しプリクラ自体はこのプリクラ機は何回も見てるでしょ、あの道の通り道でぐらい結構簡単に見つかるからそんな難しくはないね。今撮れたことに喜んでるバグじゃなかったっていう本当にね、これ先にいろんなところのその隠しプリクラ見に行ったんだよね。なんかもしかしたら入る順番があるんじゃないかとか、ただ攻略本には一切書いてなくて、入る順番なんて取れますみたいなこと書いてあるのに取れなくって、何がじゃあもうバグしかなくないって思ったんだけど、ダメ元でリセットしたらいけたね。すごい怖かった私の苦労が全て水の泡になるのかと思ったらもう涙が出そうになったけど大丈夫だったよかったね、よかった。冷静にリセットするっていう気持ちになれて、一回立ち上げ直そうっていう気持ちになって、あの本当立ち上げ直したらそのままもうどこでも入れるから好きな順番で回収していいと思う。でもサクサクっと20枚回収していく感じで王様かなちょっと頭のサイズ感悩むんだけどね気に食わなかった様子あ、ちょっとこっちのちょっとあのくちばしを唇にしているやつに変えたこっちの方がなんかちょっとお金が好きそうな感じで嬉しいくれ。なんでここね、あでもやっぱちょっとそこそこ行くのは難しいかな。ちょっとだけあのオレンジのプリクラ台よりは難しいところにあるかもね。もうこの辺から何撮ったか分かんなくなってきてて、確かね1枚あの金太郎みたいなやつ、あの熊投げ飛ばしてるやつが被っちゃったかも。編集の時に見てたんだけど、これはドレス？ウェディングドレス？そこでいいのかな。嬉しいクエ。あで次、これは普通に右奥くればあるねこのさ、犬とか猫の被り物どこに入れていいのかわかんないんだけど何が正解あそこキョロちゃんの顔をはめればいいの明らかにもう化け物なんだけどねあれで正解なのかな。あでこれ今度左にジャンプして踏ん張りで、さらに今確認してる攻略本でただ攻略本もなんかイラストなの、かわいいなんていうのタッチの絵のだからふわっとしてんだよねなんか正確な位置がブロックとかで書いてあるんじゃなくて、ここら辺に雲みたいな絵が書いてあるだけなのでここにプリクラ台みたいな書いてあるだけだから、結構自分で判断しないとできないとことかあったね。ジャンプしてなんかジャンプして取るクエとか書いてあるんだけど、そのジャンプどうやってすんのっていうここは連続ジャンプクエって書いてあるけど、そのジャンプのタイミングとかは教えてくれないからそこはもう自力で習得するしかないね、なんかタイミングとかは。あでここもプリクラ台。あでもキョロちゃんの攻略本はすごい可愛いから、興味ある人はこのゲームと一緒に買って見てみて。あ、でも高いよキョロちゃんのソフトセットで買ったら今は1万円超えるかね高すぎるよ最近レトロゲームあ、ただこれは結構遊びがいあるから、あ、でも原価より高いね。あの原価じゃないや、元の売り値は5800円って書いてあったから値上がってる
新品の値段より上がってる。これからますますレトロゲームは高くなってきちゃうかな。もう高場の手には負えないぐらいになってきたかも。集めたかったけどね、プレステ1のソフト。もうコンプリートとか不可能かな。何百万、何千万ってかかるかい？今から集めるとね。なんか意外とやっぱ有名どころじゃなくてマイナーなゲームの方がレアで高くなってきてね。このキョロちゃんとかもそうだけど、出荷本数が少ないのかな、出回ってないのか。なんか気に入らなかった様子。あ、なんかしおれているクロちゃんにした。晴れの隙間から見ている。謎の顔はねパネル。ここもね、結構このジャンプ要求されるね、敵の頭踏んで。だからなんか自然に敵が並んでるところは乗ってった方がいいね、なんかあるから。これも今まで撮ってないよね多分。あ、ちなみにキョロちゃんってやっぱ鳥なのかな。鳥だよね、くちばしあるし。でもくちばしなんか唇見たくなるからおかしいんだけどね。鳥だよね、恐竜じゃないもんね。あのピーナッツの鳥なのかな。まあ冷静に考えるとそうっぽいね、形も。今更なんだけど、あ、恐竜出てきた。あ、次はディノクライシス2やるから。あ、キョロちゃんもなんだかんだなんか恐竜っぽいなって思って、恐竜つながりっぽいなと思って。ほら、鳥の祖先は恐竜だって言うでしょ。え、そうだったよね、確かそうだったから。鳥の祖先は恐竜だった、だからキョロちゃんも恐竜の仲間かなっていう。食べさせようとしたけどかわいそうだからやめといた。ただすごい困ってる顔にしてる。嬉しいクエ。結構サクサクだね、ここは集めていくの。さて、あと何があったかな。これ水亀だ。私あの右上のさマーク見ても分かんないんだよね。何座かどうか。あ、これどう、結構ぴったりじゃない。ちょっと角度違うかな、顔の。キョロちゃんがカツラをかぶったみたいな。嬉しいクエ。あ、ここは必ずこのお月様を使っている、あのドッスンみたいなやつが出てくるところね。なんだっけな、ここ結構ギリギリなんだよね、踏ん張りがないとできないから。やっぱお月様で敵を倒しておくといいかもしれない。これ何なんだろう、なんか闘技場とかそういうやつ、あのローマの。ちょっとやられてる感じ出してみたんだけど。切られた後みたいな。結構キョロちゃんのさ顔のパターンいっぱいあって面白いんだよね。あ、喜んでる。あ、でここは樽から登って右に行けばある、あのカラーチョコボール欲しがってる。ただそれ狙ってるとなぜか上から樽が来るんだよね。ここはもう空のはずなのに。3階で一番上なのに。そして次。これあれなんだっけ、文福茶釜みたいな。あんまりもう昔話を覚えてないんだよな。これここしかないよね。入れるところ。別にキョロちゃんじゃなくてもいいぐらいの目しか使ってないけどね。嬉しいクエ。あ、でここはあの水中面だね。大
いたいもう壺の中にあるから吸い込まれて、でカラーチョコボール、カラーチョコボールって実際あんのかな、味ついてるやつとかあったかな、あんまり記憶にないけど、あ、これは物語だね、これ桃太郎かな、なんか元気よく泣いてるのが良かったけどこれ赤ちゃんっぽいからこれにしてみた。 OK、 それであと何枚だ、まだもうちょいあるか、あ、ここはね2枚あるんだよね、同じステージに、ね、プリクラ機1エリアにつき4枚あるから、1ステージに2枚あるところもある、あ、これが被っちゃったかな、これ前も撮ってたよね、このクマにしちゃったんだけど、これ被っちゃったね、ただフレーム全種コンプリートみたいのはないから、そういう埋める図鑑みたいのはないから、プリクラ機を全部使ってなおかつイチゴのやつとミニゲームの箱割ってればコンプリート、それはまあ優しいねフレームだったらどれ取ったか出してくれないともう分かんないからね、どれ取ってきたか、そしてあと何枚あるのか、あー、でこれはあ、ここね結構難しい、取りに行くの、今左のところからこの樽持ってきて上行かないといけないんだよね、他にも行く方法あるのかわかんないんだけど、ここねちょっと探した、攻略本にはどこどこに今の隠しプリクラ機ありますとは絵で書いてあるんだけど、行き方は書いてなくて全然行けなかったので、ここさまよった、さっきの左奥のところにあるやつを持ってきて、この上ここにありますそして最後に見せてくるキョロちゃんの攻撃範囲の狭さ、ヨッシーならそれ2匹いけるだろうヨッシーだったらベロ届いてるでしょキョロちゃんは届かないから、めっちゃくしばしが届かないから、あ、でこれこれ何のやつなんだろう、これも昔話なのかな高場一番この顔お気に入り、煽ってる顔だよね確実にこれ好きめっちゃ煽ってるよね後ろから、よしよし、あ、喜んでる、ここめっちゃ探してたからね見つかってよかったのジャンプです、あ、でこれもか、あと4つ、いやもうちょいあるか、あ、靴下これもねちょっと悩んだんだよね、一番さ左上にあるやつの方がなんか洗濯物っぽいなと思って変えようか悩んだけど、まあいっかってこの丸いのにした、あっちの方がでも洗濯物っぽかったね、靴下っぽいっていうか釣られてる感あったから、あ、でこれここね、来るのが大変だったミニゲームのとこの下、ここも結構来るの遠いからね普通に、あとなんだ、あ、これかサッカーかな、これも確実にさキョロちゃん蹴らせるしかない構図だよね必死に逃げてるところね蹴られそうなの、嬉しいクエ、あ、でこれなんだっけ、エリア5の3面ステージ3のゴールあるんだけど、さらにこの右側に2つ隠しプリクラがあるんだよね、そこ
ここがね結構難しい。敵もワンサカいるから、ここね何回か来てこのちょっと敵倒してるんだけど、ここね撃たれちゃってやられるから、こう下に落ちちゃうんだよね。がうまいことなんとかタイミングね。ここはもうバネとかないからうまい具合で飛ばないと。あ、でここにまず引っ込む。ここ結構難しかったかな、来るの。そしてフレーム。アイアイ傘かな、あ、羽かな。悩んでる。悩んでる。こっちにした。アイアイ傘っぽいやつ。これ前撮ったかな、どうだろう。かぶってるような、あの右上のやつかぶってんのかな。もしかしたらこれもかぶらせちゃったかも。あ、ね、また入っちゃったんだけど、すぐ出て今度右側行ってここ戻れって言われるんだけど、ジャンプして反対側行くとここに1個あるから、これで最後ここ入って、で、プリクラ開始おしまいかな。で、最後のやつはハードル走かな。高場が学生時代に膝をもうボロボロにした。高場はね、ハードルすごい苦手で全部倒して飛んでたんだよ。で、転んだりとかして膝がもうボロボロになって、高場はもう飛ばなくていいよって先生に言われるまで全部倒して転んでたから。あ、でもなんかルール的に全部倒していいらしいね、ハードルって。あ、今すごい喜んでた。あ、で全部取ってまたゴールに入ると真のエンディングが見れる。これ今120枚集めてゴール、これで本当にコンプリート。そうするとエンディングが流れます。これね、全部揃った。はい、セーブして。ようやく全部揃ったくえ。来てくえ。くえ。もうどれなんや、落としたんは。あの金の斧銀の斧みたいな話だね。急に選ばされてどれにするかって言われて、でキョロちゃんが持ってたのはピンクのやつなんだよね。すごい悩んだ。いいのか、それで惜しいことしたな。ああ、アルバムいっぱいだね、おめでとう。今度プリクラ台に入るときは何かボタンを押しながら入ろう。珍しいフレームが見つかるよ。でおしまいなんだよね。なんか特にスタッフロールとかは流れないみたい。珍しいよね。さすがにさ、全クリしたらさ流れるとは思ったんだけど。あ、で今これすごい悩んでんのは、さっき金と銀選んだらどうなるんだろう。これ1回しか見られないのかなって思ってセーブを今ためらったんだけど、あ、でもその前に1回データコピーしてたから、まあいっかって言って。そう、一回やり直してもう一回ゴールしてみようと思って、まあこれで全部揃ってる状態。隠しもね、この隠しっていうページが増えたんだよね、さっき。でもう一回ステージ3のゴール行こうとしてる。そしてあの金と銀を選んだらどうなるのかっていう。もうどれなんや、落としたんは。そして金。舌打ちされる。欲同士やったらどれやねほんまは。舌打ちされる。嘘ついたらあかんがな、分かっとんねんで、わしには。舌打ちされる。あ、でもうこのキャラを
が変わる変わる出てくるだけ。金も銀も一緒だったね。ただ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 あのちゃんと正直に言うまで舌打ちをされ続けるっていう。嘘ついたあかんがな。分かっとんねんで、わしには。なんでみんな関西弁なの。これ関西のゲームなのかな、作った。落としたわ。あ、で、正直に言うと、いいのか、それで惜しいことしたな。あ。別に特に何があるわけでもなく、舌打ちしてもらえるという。あ、で、あのさっきのボタンを押しながら入ると、あの珍しいフレーム手に入るよっていうから調べに行ってみた。ちょっとこれがね、正解がよく分かんなかったんだけど、今ちょっといろいろボタン押してから入ってる。何ボタン押せばいいのか分かんなくって、多分ね、正解は三角ボタンかな。今変わってなくって、また違うボタン押して入ってみたんだけど、あの、なんだっけ、 R1 とか L1 とか押しながら入ってる。変わったかなって思って、変わってないよなって思いながら今丸ボタン押してから入ったね。クエしてから入った。まあでも変わんないなって、見たことあるやつだなって思って、で最終的に三角押して、あ、今はジャンプ押したかな。×ボタン押して入って、あ、でも×でもなってんね。あ、違う、×押した後に多分三角押して入った。ただこのなんかキョロちゃんいっぱいのやつ出てきて、多分これとかのことじゃないかなって思うんだけど、本当にこのフレームかなって。でもこれだけちょっと異質だよね。今三角押して入った。で、やるとやっぱこれ出るから、これのことかなって思うんだけど、ちょっと正解がこれかは分かんない。ただこういうフレームも出てくるみたい。で最後選んでる。やっぱりこの好きな目が大きいやつね。で記念写真撮ったんだけど、この昔のやつに上書きしなきゃいけないんだよね。あの一つのプリクラ台で1枚しか撮っておけないから。で、どっち残そうかなってすごい悩んでて、でも思い出があるから、なんか昔のでいっかって言ってこっちを残しました。こんな感じ。これでフルコンプリートということで、で最後にちょっとざっとどんなプリクラだったかを見て終わろうと思います。ちょっと早いからね、ゆっくり見たい人はちょっと各自止めていただいて。こんな感じ、かわいいよね。懐かしいな。ちょっとやっぱ何枚か被っちゃってると思うけど、あ、これはそのなんていうの、オリジナルプリクラ、プリクラ台で撮ったんじゃないやつ、あのいちごの箱とかミニゲームで撮ったやつだね。だから多分スタッフの人がしっかり作ってるタイプのやつだね。実際こんな風なキョロちゃんの表情ないから、これね、アップとかこんな感じで、ここは私が撮ったやつ、上から3段目まで。あの煽り顔が好き。これね、あ、お化け、懐かしいな。てるてる坊主、ここら辺からはもうスタッフの人が作ってくれてるやつ。大きくなるとちょっとぼやけてんだよね。かわいいな、キョロちゃんは。だけどごめんね、キョロちゃん、もうしばらくチョコボールは食べないからね。あの昔金のエンゼル当てちゃってから食べてないんだよね。なんかそれを当てるのを目標にしてたから、なんか手に入っちゃったらもういいかなって気になっちゃって。美味しいんだけどね、チョコボール。たまにキョロちゃんがジャンプしてくるから画面にかぶっちゃうね。あ、ハニワ、あ、温泉。泣いている。いや、頑張ったよ。高場すごい頑張ったよ。いいよね、自分のこと褒めてあげてもいいよね。
自画自賛。すぐ自分のこと褒めちゃうから。あ、でもこの、あ、これが2枚できちゃったね、やっぱクマのやつ。でもあれだね、この達成すると気持ちいいよね。最初はもう無理、やめちゃおうってもう何万回も思うんだけど、悔しいんだよね、そこでやめるのが。いや本当にさ、具合が悪くなっちゃう時あって、頑張りすぎて熱とかが出ちゃうと諦めることもあるんだけど、やれるんだったら頑張りたいっていう気持ちが常に高場を突き動かしている。ただ今回は本当に諦めかけるギリギリまでいったね。何回か電源は落としてる。でもしばらくしてちょっとお菓子とかをむさぼり食べて、いや頑張ろうよ、あと1回やったらできるかもよってこう奮い立たせて頑張った結果がこれだから。あの玉受けだから。ただのミニゲームじゃない、いつかはできる時あるよっていうその気持ちで頑張った。ただもう一度集めろと言われたら、いや。もう次はできませんっていう。もうほんとあの玉受けだけはもう二度と見たくないね。あの長い距離行っての玉受けだからね。たかぱそこだけはもう、そこだけはもう怒ってる。たかぱは怒っている。もうそこはもうお怒りですよ。あ、これ隠しのやつだね、あの隠しプリクラ機の。こんな感じで、でも隠しのフレームも同じかな、だいたい多分増えてるかもしれないんだけど、あ、これやっぱかぶってんで、ね、2枚目。うんうん、ここはさっき見てきたね。あっという間に終わりました。長い動画となりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。なんとか今回もコンプリートすることができて、高場は満足しておりますね。キョロちゃんも可愛いし、ただ玉受けだけは受け入れられない。玉を受け入れられない。まあでも頑張ったからすっきりだね。よかった、このデータは取っておこう。思い出として。ちょっとメモリーカードをね、整理してるうちに消しちゃいそうになったりとかしてね、なかなか。メモリーカードも15ブロックまでしか入らないから、ただキョロちゃん1ブロックだからね、取っておけるね。よし、じゃあこれにて、キョロちゃんのプリクラ大作戦の実況終了となります。じゃあ本当にお疲れ様でした。そういえば、そう、報告を忘れてたんですけれども、ちょっとこのキョロちゃんの使用率についてこれなかったのか、ちょっとこのプレステ2ちゃんがついにディスクに傷をつける現象を出してきちゃって、次から撮るやつは旧型の、あ、今薄型のプレステ2使ってたんだよね。でそれでプレステ1のソフトをやってたんだけど、そうディスク、薄型はちょっとね、弱ってくるとディスクに傷がつく現象が出てきちゃって、元から音がプツプツ言ったりして弱ってたんだけど、ついにそれキョロちゃんのディスクに円形の傷がついちゃって、高かったのに気づかないでずっと回収やってたから、はってこう裏返した時にもう丸い跡ついてて、ね、あーっと思ったけど、ちょっとね傷ついちゃって、なんでちょっと次からは旧型の本体買ったので、プレステ2そっちでやろうかなって思ってます。ただ新しいの買うと結局は中古だからね、また違った不具合とか出ちゃうかもしれないんだけど、ちょっとまあそれでやっていこうかなって、今のプレステ2ちゃんお休みして修理できるならしようかなって思ってる感じで、ただ部品とかもね結構大変だから直せるかな。その前の子は高場が壊しちゃったんだけどね、落としてかわいそうに。もう高場人生でプレステ2多分10台は買ってるから、もうこの子、次の子で多分11台目か12台目ぐらい。多分歴代のプレステ2たちも高場の使用率についてこれなくて死んでいったからね。今回の薄型ちゃんもちょっとすでに弱ってるけど、まだ使えるけど、あれかな、ピックアップレンズのところが触れてんのか、オレンジのコードのところが触れてんのかちょっとわかんないんだけど、いろいろ試してみようと思います。あ、すいません、余計なお話が長くなって、ただ見てくださりありがとうございました。プレステ2ちゃんの寿命と一緒にキョロちゃんの実況を終えることができて、
まあ本望かな。プレステ2ちゃんも今までありがとうね。じゃあこれからもまた何かの実況にお付き合いいただけたらと思います。それではまたねー。